こちらが結べるボブ、こちらが結べないボブ、これの違いと理由について紹介します。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪の毛をね、ショートだったりとかボブにしたくても仕事上で結ばないといけないけど、でも短くしたい、じゃあどこまで短くしたらいいかわからないっていう方って多いですよね。今日はその見分け方と理由について紹介します。じゃあまずこちらが結べる方で、こちらが結べない方、これの違いって皆さんわかりますか？ではじゃあこの結べる方の理由について紹介します。僕ら美容師の考えは、顎よりも少し下のライン、こっちのヘアスタイルで見ると、顎よりも下に髪の毛が来てるのわかりますかね？ここに来てるとだいたい後ろに持ってきた時に結べます。反対にこちらの結べないヘアスタイルに関しては、顎よりも若干上に髪の毛が来てるのわかりますかね？これだと多分後ろに持ってきた時にちょっとポロポロっと落ちてきちゃいます。まずはこの長さの違いで見分けていきます。ではここでまた次の例題ですけど、これは結べるのか、これは結べないのか、今の定義で言うとなんとなく皆さんわかりますよね。こちら側、顎の下に髪の毛が来てるんで大体結べます。例外として髪の毛の量が多い方だったらちょっと結びづらいっていうことはあるんですけど、それはちょっと置いといて、反対にこちら側、これも明らかにね、もう耳にかけちゃってるんですけど、多分耳から下ろした時でも顎よりも上の長さになってるんで、これは結べないです。でじゃあ長さを決める時に、まずはここの顎のラインより下にあるか上にあるかで長さを設定して、結べるか結べないかっていうのを決めてカットしていくのがベストだと思います。じゃあこのヘアスタイル、皆さんパッと見た時にもう結べるって思いません？だいたい全体の長さが顎よりも下の長さ、もう肩についちゃってるぐらいの長さになってるんですけど、これは後ろで結んだ時は後ろは結べます。なんですけどサイド見てもらったら、これレイヤーが入ってるの分かります？このレイヤーの長さって顎より短いところが結構多かったりするんですね。この場合、後ろを結べるけどサイドの髪の毛がポロポロって出てきちゃう可能性がある。こういったヘアスタイルは結べないってことは覚えておいてください。顎よりね、下の長さでも顔周りにレイヤーが入っているヘアスタイルだけは皆さん気をつけてください。結べない可能性があります。で最後もう一つ、顎よりも下の長さにサイドの髪の毛もある、逆に襟足が短いヘアスタイルもありますよね。こういったヘアスタイルってなった時に、サイドの部分は後ろで結べると、だけど襟足の部分は一緒に結べないっていうことが起きてきます。この場合は全体結べないので、横の髪の毛さえ、ね、結べれば OK っていう方は後ろを短くしちゃっても大丈夫です。なんですけど全体にまとめないとダメっていうね、お仕事されてる方に関しては襟足をあまりにも短く切るのはお勧めしませんので、この辺も注意してください。はい、ということで結べるボブと結べないボブの見分け方と違いについて紹介させてもらいました。結べるボブの定義としては、顎よりもね下の長さである、で襟足の長さもある程度の長さがあって、顔周りにレイヤーが入ってない、これが結べるボブです。逆に結べないボブに関しては、顎よりも髪の毛が上にある、レイヤーが入ってる、あとは襟足が短い、これは結べないボブになります。例外としてね、耳にかけちゃってるヘアだったりとか、あとは髪の毛が多いだったりとかで、結べないボブだったり結べるボブだったりとかってちょっとねややこしくなってる部分はあるとは思うんですけど、この辺は置いといて、ある程度この定義で皆さんねヘアスタイルを選んでいただければ分かりやすいかなと思いますので、今日紹介させてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も喜んでもらえるような動画だったりとかを発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。